くん、今日は吉本漫才劇場でセルライトスパ15周年記念ツアー戻っちゃったがあるわよ。15周年記念ツアーのラストライブ集、単独ライブのタイトルが来ちゃった、やっちゃった、戻っちゃったなの、かわいいよね。ハートのマークがポイントっしょね。じゃあそろそろ始めよっか。タマピーとワラットです。お願いします。よろしくっしゅ。このチャンネルは吉本漫才劇場、森の宮吉本漫才劇場、新世界ザザなどを中心に関西の劇場イベントの情報をお届けするという最高な番組なの。さらに芸人のマネージャーさんが普段の裏側や日頃見ることのできない秘蔵映像をお届けしてくれるみたい。今回も動画楽しみっしゅ。早速今週のおすすめイベントはこれ。どれも面白そうしゅね。粒は関西のピン芸人が大集合するライブよ。この人数のピン芸人が一緒にライブするのは珍しいわね。本当っしゅ。 R1 グランプリみたいでワクワクするっしゅ。そうだね。今回もどんな内容になるか楽しみだね。それではインフォーメーション。突然すいません。何の数が多いわね。関西イベント最前線です。なんて関西イベント最前線です。関西なんてそこからや。まず関西なんて。関西イベント最前線です。イベント最前線、オッケー。はい、最前線。何ですか。今から粒の告知をしていただこうと思います。はいはい。こちらは関西の劇場で行われるライブを告知する情報発信動画となっておりまして、はい、今撮っている動画は登録者数50万人の吉本興業チャンネルにて流れます。50万人とかいる？自慢したいんですか？50万人います。50万人いるし、はいはい、で情報発信動画ということで、はい、今からこちらの魅力を教えていただきたいと思います。はい、わかりました。はい、11月1日、この1が並ぶ日にピン芸人が吉本漫才劇場に11人集まってピンネタをやります。この1にこだわって111、これたまにいらっしゃるんです。じゃあ11月11日の方が1がいっぱいあるんじゃないの。違う、それやったら11でコンビや。違う、1日にこだわって漫才劇場でネタをする、これが一番大切なところ。1にこだわったライブなのね。そして11月1日に R1 グランプリ予選1回戦が始まりますからね。ここからピン芸人たちの熱い戦いが始まりますよ。始まるか始まらないかはあなたが確認してください。どうぞよろしく。もう R1 予選が始まる時期なのね。もうそんな時期なんしゅね。位置がいっぱい揃ったライブ、みんなも劇場で見届けてね。あ、次の VTR も届いてるみたい。それではインフォーメーション。お疲れ様です。突然すいません。関西イベント最前線です。情報発信動画ということで、今から極めるこちらのライブの魅力を教えていただきたいと思います。はい、よーいどうぞ。よーいどうぞ。そうっすね、そっちが告知するんしゅね。僕らそのホタルビっていうのが全然劇場に入ってまだ浅いんで、まあ極みの先輩と、かけるの先輩をお呼びして、お笑いを全て極めるというライブなんかな。どこにいるの。そう思う。おじさんに喋るの。小泉首相。小泉首相、ね、こっちでダメなと。あれですね、息子さん総裁選ちょっと残念な結果です。僕は応援してました。僕は、はい、怖いと応援をしておりました。いやいや、ライブの僕は分かったって。はい、これ小泉さんです。これ小泉さんのすべてです。ほんまにぜひ、小泉さん、ポケッツ、新世界ザザポケッツで、首相ね。はい、来ますんで、黒帯さんとお兄ちゃんさんがゲストで、うん、はい、10月28日、はい、5時から、新世界ザザポケッツあるんで、ぜひ、はい、俳優のお子さんの方も、俳優の方、政治家の方じゃなくて俳優の方も、どっちでもいいし、どっちもこうへん。はい、お願いします。お願いしますね。こっちに、まだこっちに小泉のでないって何やねそれ。大西さん、フィギュアに向かって告知してたね。
なんであそこにあったんしか。こっちに向かって告知してほしかったわ。次は2人でこっちを見てもらうっしゅ。どの動画も面白かったね。これからもどんどん動画が届くみたいだから、ぜひまたチェックしてみてね。もっと芸人さんのオフの姿見たいっしゅね。次はあなたの推しが告知動画に現れるかも。来週は10月26日配信だよ。見ないと怒るっしゅよ。もちろんチャンネル登録もお願いね。それじゃあバイバーイ。